はい、次はギターを取ってみたいと思います。ギターは今回はね、アンプにつなげて、マイク取りでね、やっていきたいなと思います。まあね、割とね、ギターの方も僕はね、直接インターフェースに挿してね、やることが多いんですけども、まあ、今回はね、あえて、まあ、空気感も出せるということなので、フェンダーのアンプを使ってやってみたいなと思います。まあ、ちょっとギターね、割と僕苦手なんで雑なんで、ちょっと調子良かったやつを、こう、調子悪かった方にコピペしてね、調子を合わせていくとね。まあ、こんな感じでね、何箇所か色が違うところがありますよね。ここをまあ修正したよってところですね。多分また後から修正しなきゃいけないところがね、出てくるんじゃないかなと思いますが、まあ、一旦こんな感じにしておきます。はい、ちょっとギターですね。まあ、強弱がね、すごい雑だったっていうか、急に大きいところとか、ちょっとあんまり得意じゃないんでね、ギターね。なんで、まあ、そういった部分をまあ、細かく微調整で、ちょっとこのね、音量を下げてみたりとか、まあ、そういった作業をね、してみました。はい。ね、まあ、この後、一回歌を取っていきたいなと思います。